そうだよね。この時間はもう12時、今ぴったり12時なんで、寝ようかなと思ってる人もいると思います。元気です。私は元気です。私は元気なんですけど、体が元気じゃないです。舞台風メイクですか？ああ、ほんと？もうさ、この間、これは自爆なんだけど、その舞台が暗転って言って、真っ暗になって、袖にはけたりするときがあるんですけど、本当これ私の本当自爆なんですけど、今までは普通にできてたことが、昨日かな？日付変わらずに昨日かな？昨日のときに、全然いいシーンで、一回袖にはけて、もう一回裏から来るっていうシーンがあったの、暗闇中に。で、そのときに、もうパイプみたいなところに、頭をぶつけてしまいまして、もうほんと痛い。ここ。久しぶりにおたんこぶっていうのができたの。みんな人生でおたんこぶってできたことある？ここね、今ね、私、病院行った方がいいんじゃないかなって思うぐらい、すごいどす黒い音がしたんですよ、どすって。ヒロインのミリアちゃんは聞いてたみたいなんですけど、近くで。本当だ、たんこぶできてるって、絶対わかんないです。ここら辺なの。どす黒い音がしたの。たんこぶ作ったことある方いらっしゃいます？今まで、人生で。私、これもし、たんこぶ作ったことがあるよって言って、次の日ぐらいには治ってたよっていう人がいたら、私病院行こうかなと思ってます。私ね、未だに痛いの。で、口角を広げると痛いっていう言い方が合ってるかな？こういうこと。こうやると、多分ここにぶつけて、こうやるとここで広がるでしょ？で、膜が広がって、痛いの。まだ痛いの。一応頭だから、制作さんとかにも一応冷やしてくださいみたいなことずっと言われてたんですけど、めんどくさかったから冷やさなかったんだけど、冷やすと逆に痛いからね。だから頭だからさ、そう、怖いの。私の中でね。で、今も痛いから、こうやった時ね。こうやった時。わかる？眉毛がへの字になった時にすごい痛いから、あんまり表情を崩せないんですけど。痛いの。腫れてるのわかる？ほんと？ここ。痛いの。何科？内科かな？これ。何科？ちょっと怖いよね。って思った。だから今、全然顔、この辺しか映さないと思うんですけど、動かさないと思うんですけど。全然結構今日は。体は元気なので。頭だけすごい、皮膚を動かしたときに痛いよっていうだけ。たんこぶなんて久々にやりました、たんこぶ。なかなか大人になってからたんこぶ作ることなんてないですもんね。痛かったです。というわけで、私のファンの方も、舞台見に来てくださっていますが、10日から、はい。10日から舞台、リトルファンダンゴ、西部劇の舞台が、六本木 EX シアターにて、スタートいたしました。もう始まって4日間ぐらい、4日5日ぐらいなんですけども、来てくださってるファンの方々、ありがとうございます。見てくださってる方もありがとうございます。明日の回は、トークショーがあります。はい。なので、いろいろ思いの丈を、そのトークショーで喋りたいなとは思っているんですけども。ぜひ、チケットあるかな？多分、全然当日券とか出てると思いますので、ぜひ、まだの方、見に来ていただけたらなと思います。平日なんですけどね。そうなんです。ありがたいです、本当に。今日も、平日なのに、2公演でした。ありがたいですよ、本当。すごい満杯かって言われたらそうでもないんですけど、平日だよ、だって。頭上がんないよね。
や、本当ありがたいです。今連日だから舞台で、ずーっと朝から意外と終わるのが9時半とかなんで、朝から晩まで、晩までではないけど、朝から夜までずーっと舞台があったので、なかなかショールーム配信できなかったんですけど、まあ、今日は、ね、2公演終えて、明日が私がトークショー出る日は夜公演1公演のみなんです。だから午前中は休みなので、全然何時に寝ても平気っていう私の中のマインドがあるので、ちょっと今日は配信しようかなと思って配信してます。さあ、ギフトありがとうございます。ミンミンハウスさん、花地さん、竹春さん、ミンミンハウスさん、ロンゲさん、カッコ2からいただいてます。ありがとうございます。みんなもう寝る時間だよね。もう12時超えてるもん。全然12時超えてますよ。もう寝る、ほら、6時起きでしたっていう方いるよ。私もう6時起きとかだったら10時ぐらい寝てますよ。だって6時起きでしょ？だって最低でも5時間は寝たいじゃん。もう寝てるかな？もう今日ちょっとしかやらないんです。お風呂が沸く、溜まる、ちょっと前までしか配信はしないです。私もちょっと疲れちゃったので。今日は真夏日なので洗濯せねば。真夏日って今日のこと？日付変わって今日のこと？てかみんな元気だったの？元気でした？みんな。私は全然元気ですよ。食欲もありすぎるぐらいありすぎて。最近お弁当がまあ毎回、出てるんですけど、出て食べさせていただいてるんですけど、毎食。でもなんかそれでも足りないぐらい、エネルギーが有り余ってるのかな。昼公演と夜公演の間に、2公演の時はね、昼公演と夜公演の間に、お昼ご飯が、まあ、キャストさんからなのか、制作さんなのかからか、出るんですよ。ありがたいことに、毎公演。で、それを、まあ、例えば、今、夜公演が6時からの公演だとして、で、昼公演が1時で、まあ、3時間ちょっとぐらいの舞台なんで、今、4時半ぐらいに終わったとして、で、次6時でしょ。だから、5時ぐらいに食べたお弁当があって、そっから舞台を夜公演やって、家に帰ってくるのが、ま、9時、まあ、10時ぐらいだとした、早くて10時ぐらいだとしたら、そっからまたお腹が空くんですよ。で、帰ってきてからも、なんかちょっと食べたいなっていう、舞台です、今。だから、毎回帰ってきてから何らかしら食べてます。まあもちろんね、作るっていう手間もめんどくさいので、買ったりとかして。長い舞台だからね、3時間舞台は長かったって。そう、3時間10何分ぐらい。これから見に来る人は3時間、なんだかんだ3時間って予告されてたんですけど、なんだかんだ3時間10ちょっとかかりますね。はい。だから終電とかね、もしある方は、気にした方がいいかなと思います。多めにいて3時間半。まあ、3時間半はないと思いますが。ね、私も初めてです。3時間ちょっとの舞台。まあ、言うてそんな毎回出てるかって、その3時間ちょっとの舞台の中で、私が出てる時間って、すごい多いかって言われたらそうでもないんですけど、でもすごい、すごい目立つ、役をやらせていただいております。あ、見たいなだって。配信もあるんじゃない？わかんない。公式のサイト見てみないと。多分配信もあると思いますよ。ぜひ見てください。はぁ、疲れた。今日も一日疲れた。頭が痛くてちょっと嫌になっちゃう。もうこれでポクって言ってたら
誰か病院電話してくださいね。どうしよう、ほんとこれで。脳にさ、なんかちょっとダメージがあってさ、吉川さんが、全然、集合時間に来ませんってなって、嫌だ、ぷくって一人で言ってたら。嫌だな。見られてはいけないものの携帯の履歴消しとこうかな。そんぐらい痛いです。なんかそんぐらい心配するぐらい。痛い。あ、大仙集落は配信だけだっけかって。そうだ。大阪が大仙集落なんですけども、8月の2かな？配信があります。はい。さあ、舞台見てくださってる方で、アフタートークの日は3時間40分ちょっとらしいです。だから約4時間あるよね。劇場出るまで多分40分ぐらい。4時間、4時間、そうだね。4時間ぐらい。で、明日は見に来られる方、4時間ぐらいあるかもしれません。会場出れるの。長いなーって。私もでも、ね、3時間ちょっとの舞台とかあんまなかったので、結構、刺激的です。そっか、見てる人は、長いって感じるのかな。私はね、ちょこちょこ休憩があったりとかするので、休憩っていうか、まあ、出てない時は、ずっとスタンバイとかしてるので、なんかすごい、ね、携帯触ったりとかって言ったら失礼だけど、時間を潰したりとかしながら過ごしてるので、なんともないですが。見てる人はちょっとあれかな。そう、めっちゃたっぷりなんです。終電終わってるので帰るのが大変。おお、嘘。すいません。そうだよね。遠い方とか、大変だよ。休憩時間のおトイレが大混雑。わあ、なんかそんな気はする。そうだよね。大混雑だよね、休憩の時の。15分間ぐらいの休憩なんですけど、それで、まあ、マックスで入って何百人、何百人かな、何千人かわかんないですけど、何百人か。を、何百人のうちの、7割が行ったとしても、混むよね。お腹、弱々みんなので、長時間って不安なんだけど、出演者側の場合ってどうしてるのかな？事前に言ってるんじゃない？あと、合間に、もうほんと、袖に入って、袖、舞台から履けて、すぐそこにトイレがあるので、ドア挟んでね。だから、そういうので行ってんじゃないかな、合間見て。出ずっぱりっていうのは、もちろんあると思うけどさ、舞台でさ。ちょっとはあるじゃん。でも絶対。あ、男性用トイレは空いてますよって。そっか、男性の、今回の作品って、総キャストの中で、女性が、ほんと少ないんですよ。ほんと、ダンサーさんも合わせると5、6人いるかいないかぐらいなんですけど。だからファンの方も必然的に女性の方がもちろん多い客席以内なんですけど、だから、ね、そうだね、女性も混むよね、そりゃ。4時間は長い、女性は困りますねって。そうだね、ね、大変そうな。主演はほぼ出ずっぱりですよねって。確かに。あ、出ずっぱりかも。考えてもなかったけど、確かに出ずっぱりですね、主演の方。大変だ。でもね、裏では全然元気なので。ね、まだ若い方なんですけど、主演の方は。なんか若いっていいよね。なんかキッカさんシュッとしました。多分痩せたじゃない。やつれたが正解かもしれません。舞台やると私毎回そうなんですけど、やつれたが正解かもしれない。痩せてはないと思います。うん。そうだよ。舞台やると毎回そう。なんか、今回、
ストレートの舞台なんですけど、その 2.5 次元って言われる、そのアニメ原作とかのものじゃない、そのストレート、いわゆるストレートっていう舞台なんですけど、なんだろうね、ストレートってわかんないけど。まあ、ストレートって言われてるものの舞台なんですけど、一応ダンスしたりとかしてるので、ちょっとは動いてます。はい。いっぱい食べてて、全然食べてない。だから、帰ってきたら基本ラーメンしか食べないっていう。やつれちゃうの。そう、舞台やると毎回そうなの。多分、ストレスではないけど、疲れたんだと思います。で、その分、今回はダンスがちょっとあったりとかするので、うん。疲れちゃったのかな。でも、そう考えると、主演の男の子なんて、元から細いんですけど、レオっていう、長妻レオって子なんですけど、日に日に骸骨になってます。そんぐらい私もびっくりするぐらい、2作品目なんですけど、一緒に。私もびっくりするぐらい、骸骨になってます。それぐらい、男の子たちは、すごい、盾とかも、戦うシーンとかもあるので、運動量は、多分、ほんとすごいんですけど、私なんかに比べると。だから、なんか、みんなやすれてってますね。いや、すごいなぁと思う。あんな戦って舞公演やって。すごいよ。私はちょっとしか出てないのにヒーヒー言ってます。ビタミン足りてますかって。みんな、だって疲れた時に何飲む？ビタミン C 取ろうとするよね。でも絶対なんか、それこそよくケータリングとかで、まあ、ケータリング基本禁止なんですけど、レッドブルーとかはしょっちゅう出てました。前半。舞台始まった前半の頃はレッドブルーとかしょっちゅう出てたんですけど、後半になると、チューチューするウィーラーみたいな、栄養がすぐ取れるみたいなやつが結構出るようになりました。アミノバイタルみたいなやつが結構今ケータリングで出てます。リポビタン。あ、リポビタンもありましたよ。ベテラン組は大丈夫なんでしょうか？全然元気だと思います。毎回。はい。疲れた時は BCAA。なんだろう、それ。ヤクルト1000がストレスに効くと噂。あ、そう。なんかこの間お便りでも読んだんですけど、ヤクルト1000がめっちゃないんでしょ、今。なんか安眠にいいみたいなのを聞きました。それ知らないでこの間お便り読んだんですけど、でもなんかどこにもあんまり売ってないらしい。ゲットできたらラッキーみたいな。ね、でも今週日曜日まで、19日まで、舞台があるので、もうちょっとね、それが終わったら、ちょっと間空いて、7月の2、3で、大阪の方行かせていただきますので、ぜひ、お待ちしてます。疲れた。疲れたよ、みんな。眠いよね、わかるよ。みんな眠いでしょ。私も眠いもん、今。さあ、ギフト、ユーフレカッコカリさん、マークーマンさんからいただいてます。ありがとうございます。あ、ヤクルト1000みんな飲んでるよな、だって。ヤクルト1000ない。宅配でも今は新規申し込みできないらしい、ヤクルト。へぇー。爆売れしてるみたいですが、近所のローソンにありました。そう、そのヤクルト1000を飲むと、次の日目覚めがいいみたいな、なんかそんなのがあるらしいんですよ。あと、今コメントで言うなら、ストレスが、なくなるみたいな、軽減するみたいなコメントありましたね。だからすごいの聞くんじゃない？でもそんなすごい聞くってちょっと怖いよね。なんかね、怖い。そんな聞くなんて言われたら、疲れた。今日なんか疲れたしか言えないけど、今日疲れた。
そんな感じです、みんな。ちょっと、ほんとちょっとしか配信しませんでしたが。どんなってきたら、そんな感じだよ。みんな元気でね。次のショールームのお便り読む定期配信っていうのは、先週落明けなんで、20日かなの月曜日、また配信しますので、ぜひ。多分それまではちょっと疲れて配信しないかもしれないです。急遽朝から仕事になったから丸一日起きてます。あら、めぐさん。寝てくださいって言うけど寝れないんでしょ？あれがいいよ。ミンミンダーハー。ミンミンダーハー飲んで。でも薬局によってはミンミンダーハーより強い薬もあるみたいなので。頑張って飲んで起きてください。さあ、ギフトカッコ2からいただいてます。ありがとうございます。ほんとみんなありがとう。うん、今日は寝る。でもお風呂入らなずに寝たいけど、寝る。舞台メイクなんで。ぐっすり寝れそうです。明日はちょっと遅いから。みんなもおやすみなさい。ごめんなさい。こんな時間に配信しまして。明日6時起きの人もいたよね。コメントでね。もう寝てるかな？さすがに。寝よう。みんな。もう寝よう。この時間にちょっと間違えました。まあ、またちょっと合間見て配信します。寝まーす。ありがとう。みんなおやすみ。温めて。さあ、ギフトくださった皆さん、ありがとうございます。ちゃんとメイク落として寝てねえなんて。せめてね。いや、もちろん。いや、もうお風呂沸かしたらので、お風呂、バッて入って、カラスの行水して寝ます。カラスごときじゃないかも。スズメかもしんない。そんぐらい眠いですもん。疲れました、今日は。みんなありがとうございました。19日まで、東京 EX シアター、六本木の方ですね。の方で、ライブじゃない、舞台か。舞台やってますので、ぜひ、また遊びに来ていただけたらなと思います。東京じゃなくて、大阪の大千秋楽の日は配信もあるみたいなので、ぜひ、見ていただけたらなと思います。皆さん、ありがとうございました。ちょっとしか配信しませんでしたが、おやすみなさい。ありがとう！なんだかんだ元気にやってますので。では、おやすみなさい。明日は私、舞台終わった後、アフタートークショーに出ますので、ぜひ、まだ当日券あると思います。お待ちしてます。病院行きなよって、頭ね、単行部ね、痛いんです。はい、頑張ります。ありがとうみんな、おやすみなさーい。寝まーす。